こんにちは、かけまです。今日は久しぶりに飲み物のレビューです。白バラココア期間限定商品なんですけれども、今日はこちらの動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。期間限定白バラココア、ガーナ産カカオ豆使用。こちらの方に白バラココアの特徴が記載ございます。そういたしましたら、まずエネルギーの方から、一緒に見てまいりたいと思います。コップ1杯あたり88キロカロリー、 200ml あたりということですね。その下、原材料名は乳製品、加糖ブドウ糖、液糖に砂糖、ココア、乳などを主原料とする食品、食塩、セルロース、香料、乳化剤、安定剤、甘味料ということです。この時期でしたら冷たいよりも温かい方が美味しいと思うんですが、こちらが白バラココアの中身です。ちょっと牛乳多め的な色してますよね。それでは味の方チェックしてみたいと思います。牛乳多すぎるわこれ。すごいクリーミーで上質な牛乳の味がするんですけれども、ココアはちょっとかなり控えめ的な感じです。甘さもまあまあそうですね、ほどほどでちょうどいいんですけれども、ちょっと牛乳多めです。ただそうですね、カカオの苦味とかそういうのはなくて、子供さんとか飲みやすいと思います、すごく。まあ、なかなかいいんじゃないでしょうか。白バラさんの期間限定ココアですね。すいません。それでは簡単なんですが、指定させていただきたいと思います。